武士の装束に身を包み、失踪する馬上から的を射抜く流鏑馬神事が4月18日、伊賀市の岡八幡宮であり、見物に訪れた多くの市民から歓声が上がっていました。後に鎌倉幕府を開いた源頼朝の命で勧請されたと伝わる同神社の境内には、長さ約80メートルの馬場があり、神事は厄除けや家内安全を願い、毎年この時期の春祭りに奉納されています。この日は午後1時から祭典の後、午後2時頃から、伊手7人が3頭の馬を乗り換わりながら、威勢の良い掛け声に合わせ弓を引き、用意された約50センチ四方の菱形の的を次から次へと射抜いていきました。詰めかけた見物客らは、しきりにカメラを向け、矢が的に命中するたび、盛んに拍手を送っていました。